出発機は出発約5分前になるとフライトプラン担当の管制官であるデリバリーに更新してフライトルートの確認と出発の許可を求めます。出発も到着と同様に決められたルートがあって、これを SID スタンダードインストゥルメントデパーチャー、日本語で標準計器出発方式と呼んでいます。 SID も固有の名前がついています。デリバリーから出発許可を受けた航空機はグランドにハンドオフされます。羽田空港の場合、 SID は守谷7、浦賀5などの7種類が設定されています。旅客機は時刻表などで出発時間が決められていますが、これは厳密にはドアの閉まる時間です。この時間通りに出発できるよう航空管制官もパイロットも慎重にスケジュール調整をしています。それでもいろいろな理由で出発が遅れることがありますが、そうすると不満度が上がってしまうので出発時間は正確に守りましょう。グランドからプッシュバック許可が出ると航空機はバックを始めます。離陸滑走路が決まった時点でプッシュバックの方向は決まりますが、一旦プッシュバックすると誘導路を塞いでしまうので指示のタイミングは大変重要です。プッシュバックが完了すると航空機はグランドに滑走路までのタキシングの許可を求めてきます。途中で他の航空機の邪魔にならないように安全に移動できるタイミングを見計らって指示を出しましょう。航空機は滑走路手前まで来ると一旦停止してタワーにハンドオフされます。直前に出発した航空機や後続で着陸する到着機とのセパレーションを取りながら離陸の許可を出してください。離陸後、航空機は出発担当の管制官であるディパーチャーにハンドオフされ目的地へ向かいます。以上で離陸管制は完了です。